マッシュルームはビートルズが世界的に有名にした髪型の名称。もともとはビートルズがドイツ巡業時代に知り合った芸術大学の学生たちの間で流行していた髪型が原型でドイツで仲良くなったアストリッド・キル・ヒャーというカメラマン志望の女の子がビートルズのメンバーに広めたとされている。しかしその前にアストリッドの彼氏であり、後にビートルズのアルバム リボルバーのジャケットアートワークを務めるクラウス・フォアマンもよく一緒にクラブに来ていたことから彼の影響もあったとみられる。なお、残りのビートルズのメンバーで真っ先にマッシュルームカットにしたのはジョージ・ハリスンであり、最後はジョン・レノンであった。眉毛の上で前髪を切り揃え、全体をマッシュルームのように膨らませた形になることからこの名前で呼ばれるようになった。 また、モップの先のようにも見えることから、モップトップや、モップトーと呼ばれることもある。日本では、少々皮肉った呼び方で、オカッパ頭と呼ばれることもあった。ビートルズのデビュー以ローリングストーンズのブライアン・ジョーンズもこの髪型を、していた。また、ビートルズのアメリカでの成功後、アメリカのバンド、ザ・バーズもこの髪型にするなど、当時のポップカルチャーにおいては必須アイテムであった。 日本でもグループソウンズブームや同時期のフォークソングブームの中でこの髪型にするミュージシャンも多かった。現在の日本のタレントやアーティストではバナナマンの日村勇紀、佐藤しおり、大イなどがこれに似た髪型にしている。女性の髪型としてはおかっぱ、ボブカットとして古くから定着しているが強く内巻きにして丸く膨らませたものを特に区別して マッシュルームカットということもある。創作作品では、漫画デトロイトメタルシティの主人公、ネギシタカシイチがこの髪型にしている。ただし近頃流行らない髪型で、なおかつ彼のひ弱な体型のため皮肉を言われているが、クラウザーに噴している時に、これは公然歪説カットといって、男性器を模した上級デスメタルカットなのだと説いている。また頻繁に、ペニスと表現される。 テレビドラマ版、ライアーゲームでは、福永雄二がこの髪型になっており、見た目通りのキノコという呼び名がついた。勇者ヨシヒコと魔王の城の登場人物、メレブが、金髪のマッシュルームカットにしている。劇中で、キノコヘッドと揶揄されるシーンがある。男の子1920年代の、ウクライナソビエト社会主義共和国時代の、 ポスタービートルズ以前にもすでにボールカットというジャンルがあったが、文字通りボールのようなスタイルでマッシュルームカットよりも後ろが短い。ありがとうございます。